皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近私がよくやってるウェーブヘアがあるんですけど、それが結構好評でセットの仕方を教えてほしいっていうお声をいただいていたので、今日はそれを紹介していこうと思います。超絶簡単で割とパパってできちゃうヘアなので、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。よかったら最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。今はもう本当に何もやっていない状態、髪の毛、私今ボブなんですけど、レイヤーを入れてるんですね。ちょっとこう顔周りに短い毛だったりとか、表面にも少しレイヤーを入れてもらってて、ちょっと動きのある髪の毛です、まずベースが。まあこっからねやっていくんですけど、特に私はブロッキングとかもあんまりしないかも。なんかこの長さだからっていうのもあるんですけど、この長さだとなんか自然とね、こう毛先がちょっと跳ねたりとかするんですよ。後ろこんな感じなんですけど、多分跳ねてるかな。今ちょっとドライヤーしたてだから、もしかしたらあんまりかもしれないけど、あんまりかまあなんか跳ねるんですよ、大体この内側の毛とか特に跳ねてるかな、跳ねることがあるので、中側の毛はそんなに私はいじらないです。とりあえず上だけ今からウェーブにしていきたいんですけど、使うのはアイロン一つ。私はこちらのリファのアイロン使ってて、温度は180度に設定してます。結構高温でサーってやっていった方が私的にはやりやすかったので、180度でやっていきます。じゃあまずもういきなり顔周りからやっちゃうんですけど、顔周りの毛を取って上だけ、なんかね下の毛も一緒にやるとこう縦の長さが出ちゃうから、なんか途中からしかできないんですよね。もうちょっとこう頭の、まあ、そんなキワキワからじゃないですけど、ちょっとこう上からやっぱりやっていきたいので、とりあえず上の毛だけを取って、このぐらいかな、このぐらいの縦の幅でとりあえずやっていきます。でも本当にあとはこのストレートアイロンでこうよく見るやつ、こうウェーブにしていくだけなんですけど、私の好きな感じでいくと、毛先がねあんまりこうくるんってなってないウェーブが好きで、ちょっと海外っぽいというか、海外の方の巻き方とかって割とこう毛先が残ってる、毛先までこうアイロンを通してない髪の毛の方が多いなって私は感じてて、まあ、なので毛先の方はそんなにこうグリンってやったりとかしない、あんまり。今からやるんですけど、これを持ってこういう感じでやっていきますね。ここも本当にあんまりこうギュッジュッってやるとなんかカクカクってなっちゃうから、ちょっと滑らかに下ろしていくのにちょっとくねくねを加えるよみたいな感じでやっていきます。こうしてもさっ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 さ、このぐらいでいい。とりあえず今の段階ではちょっと緩いかなって思ってても、緩かったらまた後で調整できるので、逆にあんまりギュッてやっちゃうとそっから緩くするのってちょっと難しかったりする気がするから、とりあえず最初は緩くていいと思います。でそのまた次も取って、でこの取るこの横の幅はなんか本当に自分の好きな感じでいいと思うんですけど、あんまり広くやりすぎるとなんか端っこの毛がうまくできてなかったりとか、全部同じ方向になっちゃってあんまりこう動きとか立体感が出なかったりするので、あんまり太くは取らずやって感じかな。で今私こう山谷山谷山谷って感じでやっていたので、次は谷から始めます。谷山谷山って感じで、これはまたこういう感じで挟んで、で毛先はあんまり入れない、残すこの感じです。でこれはもうほんと永遠にやっていく感じ。とりあえず上の毛だけ取って、また次は山谷山谷山谷、こんな感じでやっていくだけ。慣れたらボブの方とかだったら全然まだ10分あったらできるんじゃないかなと思います。1個ちょっと難しいところをあえて言うと、多分このウェーブの滑らかさというかですよね。きっとやっぱカクカクなっちゃいがちじゃないですか、このウェーブの仕方って。多分動かし方によって変わってくると思うから、そこだけがちょっと慣れるまでとか大変かも。あとアイロンにもよるかも、やりやすさとか、ちゃんと滑るアイロンでやった方がやっぱやりやすい気がするから。で今とりあえず表面だけこんな感じでやっ
りました。ちょっとまだ残ってるとこもあるかもなんですけど、それはまた後でちょっと鏡見てやっていきます。でここまで来たら今表面しかやっていないので、ちょっと中側がまだストレートなんですね。でここら辺のサイドの髪の毛とか後ろの髪の毛はそこまで私は気にならないんですけど、このやっぱ顔周りの髪の毛、前から見た時に顔周りの髪の毛が中側がストレートで、耳にかけたりとかするとここがストレートじゃないですか、残ったところが。ここら辺はやっぱりウェーブかけてた方が可愛いなって感じるから、次はこの上側の毛を一回どかして、この中の毛をウェーブにしていきます。ここも同じ感じ、毛先は残しでこんな感じでゆるくつけていく。やっぱりここをやるのとやらないのは結構私的には違う気がする。こうするとこのつながりも自然になると思うので、ここの毛はウェーブにしようで、まあ、あとはなんか気になるところがもしあれば、ここから下だけちょっとくるってさせたりとかして、本当気になるところはウェーブにしていくっていう感じかな。よし、これで一旦こっち側は OK なので、次こっち側やっていきます。次も同じように、なんかやってる時にあんまり止まらない方がいいかもですね。止まっちゃうとカクってなったりとかしやすくなっちゃう気がする。後ろの髪の毛とかはちょっと鏡があるところでやっていただいて、後ろも多分上積みだけ取ってると中のストレートが見えてきちゃったりすると思うから、なんかあんまり全部ウェーブにしすぎても多分ボリュームがボボってなっちゃうと思うから、特に短い髪の毛の方とかは本当表面だけでも全然いいと思います。こんな感じでできました。どうでしょう、ほんとこれで終わり。あとまあ前髪は自分の好きな感じでやってもらって、前髪もパーマにしても絶対可愛いですよね。私やったことないからあれだけど、まあ、ストレートでももちろん可愛いし、ストレートというかまあちょっとふわっとするぐらいでも可愛いし、ちょっとこうなんかパーマみたいな感じでやっていても可愛いと思う。ちょっとやってみようかな。一旦とりあえずこんな感じでできました。後ろもこんな感じです。はい、前髪もやってみようかな。どんな感じがいいんだろう、ちょっと探してみよう。あ、でも理想はこんな感じとかですよね、きっと。こんなんとかこんなんとかできんのかな。ちょっと上ふわってさせて、キュこういう感じか。多分無造作にやった方が可愛いと思うから、とりあえずやってみよう。なんとなくでストレートでできるのかな。ふわっとさせて切って、前髪そんなに長くないから、多分ちょっとずついった方がいいの。これこれを切って、キュッ、こんな感じできてんのかしら。キュッ、合ってるかなこれ。無造作にこんなんで合ってるのかしら。合ってる、大丈夫ですかねこれ。ちょっと前髪短かったかな、まだちょっと伸びちゃった方が。お前になった。それっぽくはなりましたかね。これ私外出てもいいですか。いけるよねきっと、大丈夫だよね。じゃあちょっとこれでバームをつけたいと思います。バームつけたらまあなんかそれなりになる気がする。なんか前髪剥げてる人みたいになってるかな。バームはこちらのジェニールフランのやつを使います。これを適当に取りまして、まあ主に毛先の方を中心につけていきます。こんな感じですかね。やっぱり落ち着かない、ストレートにしちゃう。多分もうちょっと
前髪長さがあった方が可愛い気がするので、この長さはストレートにしちゃいます。うん、こちらの方がしっくりですね、きっと。ちょっとサイドの毛とかは若干ウェーブつけてても可愛いかも。でもちょっと残してここら辺とか、こんな感じかな。よし、やばいですよね。髪の毛のヘアセットの仕方教えますっていう動画で新しいヘアにチャレンジしちゃうっていう、すいませんでしたまあでも後ろの髪の毛はね、本当にこんな感じで最近やってるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでできました。ピースピース。なんかウェーブヘアは割とドライな質感でも可愛いと思うので、この最後のバームとかは本当にお好みだと思います。つけてもまあ可愛いし、つけなくても全然可愛いと思います。まあ、ただこのぐらいの髪の毛の長さの方ってやっぱりちょっとこうボワってしちゃいがちだと思うから短いので、そういう方はバームとかでちょっと抑えてあげた方がいいのかなと思います。どうでしたか？めっちゃ簡単じゃないですか。本当にもう慣れたら多分10分ぐらいでできると思う。私もちょっと前髪のゴタゴタあって結構なくなっちゃったけどでもさっきのあの前髪やる前までとかは全然10分ぐらいでできてたので、本当にパパッとできる可愛い髪型かなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。